本日8月8日は親孝行の日です。数字の8が2つで母パパと読める語呂合わせと88を並び替えると母父となることから、1989年の今日、親孝行全国推進運動協会が制定しました。皆さんは親孝行していますか？私はなかなかしていませんが、両親にはとても感謝しています。お父さん、いつも家族のために働いてくれてありがとう。お母さん、毎日ご飯を作ってくれたり、洗濯をしてくれてありがとう。これからもよろしくお願いします。以上、埼玉県立三郷工業技術高等学校放送部がお送りしました。